千葉県千葉市美浜区。区の全域が戦後埋め立てによって作られた、いわば人工の町です。区の南東部幸町一丁目には1973年に誕生した大規模マンション千葉ガーデンタウンを中心に3400世帯8000人が暮らしています。誕生からおよそ50年、歴史も伝統もなかったこの町は、今住民たちが誇りに思うふるさとへと成長を遂げました。そこには誰もが無理なく楽しんで町づくりに参加できる、まさに持続可能な仕組みがありました。東京のベッドダウンということで、東京通勤者ばっかりだったほとんど。そうするとですね、その自治会があっても役員をこの長い間こうやるっていう人はいないんですね。もう1年交代ということで。でもね、やっぱり地域というのはやっぱ継続性というのは大事ですから、イベントだとかいろんな街づくりを私たちがやりますよということでやったんです。自治会役員だけに負担が集中する従来型のやり方ではなく、住民有志による幸町一丁目コミュニティ委員会が役員をサポートし、継続的に町の課題解決に取り組んでいるんです。モットーは、自分たちの町は自分たちで作る。盆踊りや餅つき大会に始まり、環境整備や防犯パトロール、高齢者の生活サポート、そして防災対策まで、その時々の住民たちのニーズに耳を傾け、多くの住民を巻き込みながら多岐にわたる活動を展開しています。毎週金曜日、ガーデンタウンの一角に賑やかな市が立ちます。テーブルには野菜にお米、お惣菜やお菓子などがずらり。開店と同時に続々とお客さんが訪れます。おはよう。この金曜ふれあい市はコミュニティ委員会が2012年に立ち上げました。この近所も高齢化が進んでまして、買い物に行くのに大変なんですね。ここへ来ると大体日常の食材は揃うということになってますね。どれくらい通われてるんですか？毎週。あ、毎週、はい、キャベツとか大根とか大きい重たいものを買うときは特に助かってます。高齢の方がね、元気でいらっしゃるかなっていうのが、一言二言お話ししてね、あれが楽しみですね。この日はふれあい市の10周年、500回の節目、千葉市の神谷市長が視察に訪れました。非常に長くですね、暮らしを支えていただける役割を発揮していただいてまして、今団地のですね、生活環境をいかに高めていくかというのが市の課題ですので、町としても全面的にご支援させていただきたいなというように思っております。新鮮な野菜やお惣菜は市内陸部の下田農産物直売所から届きます。じゃあこれで持って行ってください。はい。最初の頃はね、こんだけの品揃えの、ね、野菜がなかったんです。やはり提携する農家さんですとか団体がやっぱりちょっと遠かったり、規模が違ったりして、今の下田の農協の皆さんは非常にうまく協力してもらってましてね、品揃えも量もたっぷり来ますので、ここの方たちが皆さんね、頑張ってらっしゃるので、ちょっと少しでも期待に応えられればいいかなと思って、はい、頑張ってはいます。コミュニティ委員会は幸町一丁目と隣町にある18の自治会の役員をサポートする役割として1983年に誕生しました。現在のメンバーはおよそ50名。ガーデンタウンの自治会長だった蟹江さんが、自治会長や役員の経験者の中から地域活動に熱心な人をスカウトしています。お祭りの運営に始まり、環境整備に高齢者支援、防災対策、
住民アンケートをもとに必要なプロジェクトを立ち上げ、それぞれ興味がある人を中心に分科会を作り、活動を運営しています。2009年の住民アンケートでは高齢化の波がはっきりと現れました。高齢化でゴミ出しができない、買い物に行けない、もういろいろこう電球の交換もできない、でこういうものを助けてくれるね活動をやってくれないかしら。やっぱり本当に明らかにね、あのニーズの流れが変わっているということが分かりました。こうして金曜ふれあい市や高齢者の生活の手助けをする安心サポートの会が誕生しました。ニーズを捉えた活動はメンバーにとってもやりがいをもたらします。ニーズに合うものに対応すると住民の皆さんすぐ反応しますね。もう本当に皆さん助かったと、これで私もまだこの町で暮らしていくそうですとかってね、そういう反応がやっぱりどんどん来ましたね。はい、私も長いこと活動やっててこんなに多くの人にねお礼を言われたなんてのは本当に感激でした。ここ数年コミュニティ委員会が力を入れているのが防災です。この日は住民の防災意識を高めるために専門家を招いて講演会を開催。地域の住民や近隣の小中学校の関係者などおよそ200名が参加しました。要するに行政がまだそれだけできてないということなんですよ。災害は待ってくれるのかということです。そうしますとやっぱり自分たちでやらざるを得ないんです。首都直下型地震が起きればこの一帯は陸の孤島になりかねません。コミュニティ委員会では助けが来るまで自分たちでいかに生き延びるかを見据えています。例えばこの小型発電機、いざという時に使えるように普段から金曜ふれあい市でのお茶の振る舞いなどに活用しています。また備蓄している米の入れ替え時期に合わせてボイラーを使った炊き出し訓練も行っています。このほか災害時にヘリで食料を運べるように航空会社と独自に契約までしています。自分たちで自分たちのこの町生活を守るのにはやっぱり具体的にいろんなこう対応をねしていかなければ意味がないなと。物事を買ってきて備えるだけってのはどこでもできると思うんですね。そうじゃなくてそれを活用する人をどんどん作らなければ本当の防災にならないだろうというふうに思ってます。6月中旬、住民たちの憩いの場幸町公園は色とりどりの紫陽花で彩られます。手入れをしているのはコミュニティ委員会の若手たちです。皆さんはもともとお花がやってません。紫陽花楽だからそんな手間かかんないよなんて言っててもめちゃくちゃ手間かかってる。この紫陽花プロジェクトは現役世代にも地域で活躍してほしいという蟹江さんの思いからメンバーが集められました。いざ始めてみると埋め立て地の土壌は想像以上に状態が悪く、土を入れ替えたり夜間の水やりがあったりと様々な苦労があるそうですが、ちょっと飾って言っちゃったみたいな。なんだか楽しそう。勢いでちょっと言っちゃった。同じ年代なんでね、こう趣味の話とかもやっぱ幅広がりますよね。やっぱ違う生活圏でこう動いてるっていうんですかね、その違いが面白いっていうんですかね。パパがアジサイのこういうのやってるってことで友達来てアンケートを取りに来てくれたりとか、まあこれをやってることによって、まあ小学校ともコミュニケーションを取ったりとかしてできたのも、まあ一ついいのかなとは思います。ガーデンタウンで育った林さん、若手のリーダー的存在です。何々さんのお母さんだみたいなのを知って、それで多分何十年ぶりかでそこでこう会って、で昔の話したりとか、その時間がもうたまらないですね。それはもうかけがえがないっていうか、それに簡単に出会えちゃう
し、そういう風にしてもらえたっていうのがやっぱり一番良かったかなっていうのが、多分ね、あのそれは普段みんなこう口に出さないんだけど、きっとどっかにねあるんですよ、絶対に、うん、わざわざ言わないけど、だからまあ来てるんじゃないですか、みんな。長年多岐にわたる町づくりを行ってきた幸町一丁目コミュニティ委員会は、令和3年度ふるさとづくり大賞団体表彰を受賞しました。コミュニティ委員会の活動には10年ほど前から淑徳大学の学生たちも参加しています。准教授の本田さんはこの町の町づくりについて、1年か2年間で交代するあの自治会長さんが日頃のイベントをこなすとか、あのルーティーンを回すだけということになりがちだと思うんですけども、多大な負担がかかんないでやっていらっしゃるということがまず一つ大きなところなんだと思います。最初参加する前は皆さんやっぱこう億劫というか、なんでやんなくちゃいけないんだろうって方もいると思う、たくさんいると思うんですけども、だって必要だからとかじゃなくて、やっぱこういうことをやるってことはこういうことにつながってとか、未来像をこうイメージさせるのがすごく上手なんだろうなと思います。もうここの町ね、10年15年って活動いっぱいあるわけです。でそれの基本はね、一つは負担が軽いとこということ、自分のできる範囲で、それからもう一つは楽しいということ、年々ね、人のために尽くしたい、役に立ちたいっていう人がね少しずつ増えてるように思います。そういう人の活動の場所をあの作ってあげる、結局あのやりがいがなければみんなやってくれないわけですね。ですからそういうメニューを提示するということが一番、まあ私の仕事としては大事かなと思ってます。つまらなく大変なものになりがちな自治会活動をみんなで分け合い、意味を見出し、やりがいのあるものに変えていく、持続可能な街づくりの秘訣はこうした心がけにありました。